こんにちは、トラス企画阿部ちゃんです。花です。俺今日松戸社だけど、花ちゃんいいんですか？まあちょっと今お腹いっぱいなので、うん、たまにはちょっと阿部ちゃんにも出てもらおうかなって。俺セブンのこと全然わかんないよ。いや私も大して実は知らないんですよ。なんか今日似たようなパーカー着ちゃって似たような色の白はい、ということで本日の FD3S はですね、なんと、はい、あのタイプ RZ 最終型でございます。やば、もう世の中に何台かしかないっていうお車なんですけど、このお車実はその限定車だっていうとこもすごいんですが、これを買い取りした地域もすごいところから買い取りしてるんです。今日はその、まあ、お車見つつ、そのすごい地域 の、 あのお話もね、皆様にあの、そうなんだと思っていただけるような内容でお送りしようと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。お願いします。お願いします。はい、ということで改めてご紹介します、はい、今日のお車はマツダ RX7 FD3S のタイプ RZ です。しかも6型の最後の車。やばいですね。この車ですね、2000年に発表になったお車になるんですけど、あの要はもう最後の限定車っていうことですね。で一応このグレードのこのお色っていうか、この色しかないんですけど、これはなんと生産台数175台しかないんです。少な、めちゃくちゃ少ないです。やばいですね、はい、でやっぱり最後の限定車っていうところで、マツダさんもむちゃくちゃ気合い入れてこの車作ってまして、まあ、通常の FD からいろいろ違うところってあるんですけれど、はい、まあ、そんなところは別に皆さん調べてくださいって話で、はい、そこは別に深くは追求しません、はい、で先ほど言った通り、この車のすごいところ何かと申し上げると、何ですか？買い取りさせていただいた場所。場所？これすごいところです。すごい場所。多分ね、今までも2台くらいはご紹介したことあったかなっていう地域でして、はい、非常にね、なんか特殊な地域なんですよ。北海道はでも結構なんか、日本なんだけど、はい、なんか違う国の人いっぱいいるぞみたいな地域ってあるの知ってます？東京、うん、東京じゃなくて、そういう意味じゃなくて、はい、なんて言えばいいかな、そこの地域に違う国がある。国がある、はい、そんなところありました？日本に何か所かありますよ、日本には。なんだろう、はい、全然予想できないですけど。予想できないですか、はい、ではご正解を発表しま す、 です、ね、はい、このお車はなんと、はい、沖縄から来た車なんです。沖縄か。沖縄です。はい、南国、もうバリバリの南国から驚きが隠せない、はい、来たお車でして、の割には真っ白ですけど焼けてない、どういうことだみたいな。焼け止めバッチリ。そうなんですね、 SPF50 で塗られてあるっていうお車でしてこれすごいでしょ、沖縄から買い取りですよ。これなんかあります？沖縄の証拠みたいな。沖縄の証拠あります。はい、まあ、順次ご紹介していきますね。おー、はい、これなんと沖縄のお客様から買い取りさせていただいたんですよ、はい、トラスト企画に。はい、沖縄から茨城ってことですもんね。そうなんです。へー、でもね、これ実はもともと沖縄にあった車ではなくて、はい、実はお客様もともと関東というか、まあ、本島にお住まいになってたんですね、うん、だいたい日本列島の真ん中ぐらい真ん中ぐらいにお住まいになってて、はい、もともとこのセブンをね所有されてたんですけど、なんと羨ましいことに、何ですか、お車と一緒に、はい、離島の方に、沖縄の方に移住されたんですね。贅沢。その時にセブンも一緒に持ってったと。うん、いいですね、はい、なんかみんなね、よく実家とかに置いてっちゃうとかありますけど、そうそうそう、やっぱ大好きだったと思うんですね、お車のこと、うん、なので一緒に沖縄で過ごした後、まあ、ちょっとまあ、ご事情があって、はい、売却するということになった時にトラスト企画にご依頼いただいたと。
素晴らしいお客様からの買い取りなんです。嬉しい、はい、沖縄からでも買い取りできる。本当数台ですよね、うん、まあでもまだまだね、あの開拓の余地って実はあると思うんです確かに沖縄が結構少ないですもんね。あのね、皆さん沖縄の車好き事情ってどういうものかって想像できます？でもだいぶあんまやっぱ本州と比べると少ないんじゃないですか、はい、と思うじゃないですか、うん、実は沖縄ってめちゃくちゃこの、 あの JDM の車いっぱい入ってます。うん、そうなんだ。これなぜかというとですね、はい、先ほど冒頭申し上げた通り沖縄の中にはアメリカがあるんです。 ありますね、はい、基地が米軍基地、うん、ありますよね、はい、あのまあ、一番大きいところだと空軍の嘉手納基地っていうところあるんですけど、はい、実はその沖縄に仕事ね、ミリタリーで来ている若いあんちゃんたち、はい、車好きな人めちゃめちゃ多いです。確かに、はい、喜んでる日本来れて。これ実は僕の知り合いに一人ね、もともと空軍で働いてた人いるんですよ。すごい。その人も3人 GTR 乗ってたんだけど、はい、もう日本にその移動が決まった時にめちゃくちゃ喜ぶのみんなもうあのヘブンだみたいな。お、日本平和だし、うんね、そんな危険な任務もないから。そうですね。それで、まあ、沖縄ではあるけど本当に自分の好きな車の要は本拠地ですよね。そうですよね、日本だから。確かに。そこでこの JDM の車を転がせるっていうのがむちゃくちゃ嬉しいらしくて、はい、みんなこう日本に赴任してくるじゃないですか、アメリカから、はい、ね、米軍の嘉手納基地の方に来るとまず車探すんですよ、まず車もう家とかの前に車。あ、家はあのちゃんと寮があるから。まあそうです ね、ちゃんとその区画があって一軒家もあるしね、はい、マンションもあるんだけどまず車なんです。これなぜかというとその米軍の日本の嘉手納基地にいるあの軍人さんの取り決めというか、はい、規則で一つの免許1枚あるでしょ、はい、ドライバーズライセンス1枚につき必ず車は2台持ってくださいねっていう規則があるんです。一人1台とかじゃなくて。そうなんです。それはなんでですか。これなぜかというと、まあ、例えばその自分が住んでる場所から基地が遠い人も中にはいると、はい、うん、基地まで車で行かないといけないっていう方がいた時に、例えば1台壊れたり何かあった時に任務ですぐ行かないといけないのに車がないと、お、そしたら困っちゃうじゃないですか。確かに。だから必ず1人につき2台もしくは1つの家庭に2台必要なんです。うーん、ね、もうルールであるんですね。ルールで決まってるんです。でよくね、皆さんあの、まあ、例えば大黒パーキングとかよくいらっしゃる方はなんとなく見たことあると思いますけど、ここのナンバーのここありますよね、はい、ここが Y っていうナンバーのナンバー、あー、たまにいらっしゃると思います。アルファベットもありますね、はい、確かに。そう、あれは何かというと、まあ、例えば、まあ、沖縄だったら嘉手納基地とか、はい、横須賀だったら横田基地とかありますけど、そこにいる軍に従事している方が日本で探した車、日本で購入した車を登録するときが Y ナンバーなんです。ね、でもこれ例えばね、こう本アメリカから車を持ってくるっていう人もいるわけ、はい、そうすると T っていうナンバーになるんです。あ、そうなんだ、はい、あ、その違いがあるんですね、うん、でもね、アメリカから車持ってくる人はほとんどいないらしい。よっぽどの人じゃないと持ち込みはしないみたいです、はい、そうですね、軍人さんが日本にいる軍人さんがトラスト企画に遊びに来れたと、そうこととかもありますもんね。だってなぜかというと日本の車の方が高性能なんだもん私ワクワクしちゃうしみたいな。なので割とね、沖縄には中古車屋さんって結構いっぱいあって、あー、その影響で本州から仕入れた90年代のスポーツカーとか売ってるお店が結構あります。実は知らなかったですね。 それはで、そういったところから米軍の、ね、方が車を買って登録すると乗れるようになる、うん、で割とね、その乗ってる Y ナンバーの方たちって車大好きだから、はい、で割と軍で働いてる人ってお金持ってるんで、うん、GTR だ、セブンだ、ランエボだ、スープラだ、結構
走ってんですよ。王道なやつとか、そうバンバン乗ってますよね。で割とね、日曜日の朝とかってカーズ&コーヒーっていうイベントがあって、はい、朝なんですよ、日曜の朝。日曜の朝、まあ、アメリカ村のあたりの駐車場に集まって車ちょっと見たりとか、ミーティングみたいな、ショッピングセンターの駐車場に集まってミーティングとかって結構やってるんですよね。意外とあるんだ。そう、でも沖縄でこういう車を持つとすごく大変なことがあるみたいで、何だと思います？沖縄で、うん、やっぱ本州と比べるとパーツが少ないとか、まあ、それもあるかもしれないね、はい、うん、ちなみに沖縄にもアップガレージありますから。あ、あるんだ、はい、それはいいですね。他に、うん、ガソリン高い。まあ、それもあるかもしれない、はいはい、それぐらいじゃないですか。一番大変なのがね、気候なんですね。沖縄って台風めちゃめちゃ来るじゃないですか。通りますね、はい、だからこういう車を持ってる方でガレージがないところに住んでる方っていうか、まあそういう米軍の方もそうなんだけど、非常に大変なんですよ。確かに。だから台風来る時どうしてんのって聞いたら、まず車のトランクに土のう積むんだって、満タンに。なんで？いやだからその風でさ、なんかこう動いたりとか飛ばされ、煽られないように、まずトランクに土のうをパンパンに積む、うん、でガソリン満タンにする、はい、で可能であればウィング外す。ウィング外す？ウィング外す。すごい。ぐらいやってもう怖いみたいな。だからまあこういう車乗ってる人 4,5 人で倉庫をその時だけ借りて中にしまっておくって人もいるみたいなんだけど、共同で。そうそう、確かに結構大変なのよね。そうですね、天気変わりやすいですし。そうなんです。でこのね、米軍、まあ、特に沖縄の嘉手納基地だとすごくいいことがあって、はい、まず基地の中にあのオートショップが、オートショップっていうか、あのなんていうんだろう、ガレージ、はい、あの二重リフトが 5,6 機もう装備してあるホビーショップガレージみたいな場所があって、うん、1時間もう500円ぐらいで借りれるわけ、そこで。でそこで自分の車持ち込んでリフトで上げて作業とかできる施設もあるし、いじったり。そうで、あと一番いいところが、例えば日本での任期が終わってアメリカに帰りますってなった時に、日本で乗ってた車を軍が、アメリカ軍が本国まで運んでくれるんですよ。追加料金とかで、まあ普通に頼むよりはすごく安価な値段で、その日本で乗ってた車を本国に持ち帰ることができるんですよ。そういった形で結構な車本国に持ち帰ってる米軍従事者の方いらっしゃいます。僕の知り合いもそうやってサニー GTR 本国に持って帰ったし、アメリカでそれで乗ってる。そうなんです。それが理由で米軍になった人とかいそうですよね、まあ、下手したらいるかもね、はい、でもほらあの勤務地間違えるとね、ホットスポットに行っちゃう人たちもいるから。そうですね、はい、まあ、そんなところなんですよ、沖縄のカーシーンって。うん、意外に皆さん知らないかもしれないけどすごく盛り上がってる。うん、だから僕も沖縄って何回かしか行ったことないけど、はい、その車好きというかね、車買ってから行ったことないんで、はい、そのカーズ&コーヒーとか夜の峠とかって行ってみたいですね。峠もそっかあるのか、うんうんうん、ちょっといいですね。ちなみに沖縄の高速道路ってアウトバーンです。なんかイメージ的にはみんなゆったり走ってるイメージありますけど、なんかね、僕がね大学生の卒業旅行で行った時はもうなんか制限速度ってあるのかなぐらいの勢いでしたね。危な、もうアクセル全開。いいの？みんなめっちゃぶっ飛ばしてた。みんなか。みんな飛ばしてた、まあ、ちょっと沖縄にもし住んでる方ご覧になってたら、あ、こん、本当はこんな感じですよみたいなコメントいただけると非常に嬉しいです。沖縄事情ぜひ、はい。そうなんだ。そうなんですよ。でこのセブンも沖縄から来た車で、さっきも言った通り沖縄っぽいところ、はい、どこがあるんですかって言ったじゃないですか、この白い色でね。見たい。実はね結構ありまして、まずもうこの辺がほら、あー、サビが、独特ですね、まあ、こういうサビ方ってまずないでしょ。何これ、こう、ね、てんてんてんって、そうそうそう、シミみたいになってますね。そうなんです。
初めて見ますね。あとはね、やっぱり、まあ、沖縄って海がね近いところに皆さん住んでたりすると思うんで、はい、上の方から錆びてくるんですね。あんまりね、はい、本国っていうか本州では見ない錆び方。そうなんです。やっぱ下側からじゃなくて上から来るんですね、うん、だからこういうとことかさ、はい、こういうとことかこういうストラットのね、セブンってここあんまり錆びないんだけど。確かに、ね、こことかこことかこことかね。本当だ。そう、マント類とか。そうそうそう、マント類がやられちゃってますね。アルミの白錆びとか出てたりとかするんだけど、うん、この車ってすごくて、はい、さっきも言った通り限定車っていうところもあるんですけど、新車のワンオーナーなんですよ、この車。わお、ワンオーナー車両。で走行距離も67,000キロ。おお、もうだから下手したらあれそんなに高いのぐらいのお値段に、まあ、なっちゃう可能性があるという感じなんですよね、はい、すごい、はい。まあ、だけど申し訳ないんですけど、ちょこちょこ錆びてるところあるんで、まあ、そこは申し訳ないですけど減額させてもらって、うん、まあ、それでも納得のお値段でっていうところでね。そうですね、うん、まあ、ノーマルなんで全然車的には、うん、だってなんかアメリカじゃなくて、うん、沖縄の場合とか買い取り店あるのかなってそもそも思っちゃうんですけど、はい、あ、なるほどね。これね意外に渋いです。これミークも再三言っておりますけど、はい、特に北海道とか沖縄とかもう限られた地域、しかも車が劣化してしまう、うん、ね、錆びたりエンカルでやられたりとかする地域で回してる車って安くなりがちです。だからみんな違うとこから車買ってきて持ち込むでしょ、うん、そうですね。そうなんですよ。だからおそらくこのお客様も、まあ、その地元の買取店よりはトラスト企画に売っていただいた方が良かったってことなんでしょうね、うん、すごいっすよ、これワンオーナーですよ。ワン愛を感じますね、オーナーさんの、はい、で車と一緒に引っ越しってだいぶ大変ですもんね。だいたいそのね、まあ、海を隔てる引っ越しとかって車も手放しちゃうじゃないですか、うん、そうですね。だからすごくね愛されたセブンではあるんだけれど、うん、でこの車さやっぱすごくてさ、はい、純正でフルバケなんですよね。車外じゃないんだ。車外じゃないんですこれ。マツダの本気ですね。純正のレカロのこのケブラのフルバケなんですよ。ね、これ最近で言うとほら GR ヤリス、うん、GRMN とかさ。そうですね、 GTR とか、はい、こういうのあると思いますけど、はい、マツダにもあったんですね。これ助手席もですよ、2脚。そう、これだけでも十分お高い。そうなんです。であとね、まあ、ちょっとだけ車の話もすると、はい、通常の FD3S のこれベースがね RS っていうちょっとスポーティーグレードのやつのベースになってるんですけど、はい、どこが違うのっていうとまずホイール、はい、ホイールが BBS の単造の中これでしかついてないやつ、うん、とあとね足もビルシュタインの専用のショック、すごい。であとこのフルバケと、はい、この赤ステッチのハンドルとかシート、違うわ、シフトノブとか、はい、その辺が赤ステッチで限定これ用、うん、でまあ、ホイールとかフルバケとか含めて車重が約10キロ軽量化すごいされていて、で ABS のコンピューターもなんかちょっとハイグレードなものになっているっていうお車なんですね、うん、あとスプリット R とかそういうのとは違う。そうだね、限定ですね。そうそうそう、これも憧れますね。だからまあ通常で販売されてる FD の最高峰っていうグレードですよね、うん、そうですね、はい、かっこいいね、素晴らしいでしょ、うん、はい、でもこれはどうやって査定したのか気になるんですけど、はい、これはねオンライン査定です。あ、さすがに、はい、まあ、沖縄にね行く時もあります。何件かたまった時に、大魔王前言ってましたけど沖縄に行くこともあるんですけど、遠方の方はだいたいオンライン査定で、うん、まあ、お車のお写真とか情報とかいろいろ見させていただいて、まず概算をお出しします、はい、でまあ、じゃあそれより下がることがないのであればお願いしますっていうふうに言っていただけると、うん、陸送の準備が始まってお車がこっちに到着した後にしっかりお値段の方、減額にはならないけど追加があればお伝えして、はい、で決めさせていただくっていう内容になってますね、うん、なので本当に
全国から買い取り可能です。そうですね、はい、こうやってオンライン査定でこの RX7 の RZ が入ってくるって、はい、もう信頼の証だと思うんですよ。いや本当にそうなんですよ。オンライン査定って例えば他社でやった場合非常にリスク高くて、そうですね、まあ、まず間違いなく減額になりますね。だいたい入庫した後に、はい、まあ、言われた金額からこういう理由でマイナスいくらみたいな。そうでトラスト企画はね、車のやり取りしてるうちにそういう煩わしいことってこっちから言うことないから、うん、基本的にはそうですね、はい、だから嘘の情報とかは別ですよ、うん、ちゃんとしたやり取りをさせていただいて車がそのご提供いただいた情報と合ってるのであればまず減額はしない、はいはい、なのでオンライン査定で車を売ることができる。そうですね、はい、でプラスもしパーツがあれば、うん、車内に詰め込んでもらって、うん、それも到着してからオンライン査定、そうですね、別途できるっていう、はい、だからまあ今回はトラスト企画の強みがもう大いに、いや嬉しい、発揮されたようなお車ですね。だってオーナーさんが愛した車をうちに任せてもらえるのが、うん、すごい嬉しいですね。そうですね、個人的に、はい、まあ、というところなんで、まあ、ちょっとね皆さんの知らない沖縄事情とか、うん、ね、米軍で働いてる方の事情とかね、はい、お話ししてきたんですけど、初めて知ることいっぱいでしたね。へーってなったでしょ、うん、そうなんだみたいな。でもねもっといっぱいいろんな情報ありますから、また他のね動画で小出しにしていくんで、はい、ぜひねためになったとか面白かったってことは グッドボタンとチャンネル登録のよろしくお願いします。お願いします、はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。